紫戸来ましたね。うわ、このジャムだったら悲しくなるね。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急白鷺12号米原と名古屋行きです。雪雲っぽい。車内のご案内をいたします。列車は前から9号車、8号車の順に、一番後ろが1号車です。この列車の前3両、7号車、8号車、9号車は途中の前原行き。後ろの6両、1号車から6号車は名古屋行きです。グリーン車は1号車です。自由席は中ほど、5号車、6号車、7号車です。このうち名古屋行きの自由席は5号車と6号車です。この列車内すべて禁煙です。おタバコはご遠慮ください。車内販売の営業及び自動販売機の設置はございません。あらかじめご了承ください。止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は小松です。小松には15時4分。加賀温泉15時13分。ご乗車ありがとうございます。阿波羅温泉15時24分福井15時34分鯖江本県、本県、はい、竹府15時48分、はい、本県はあります。ちょっと待ってください。長浜16時37分米原16時44分に今、前原行き1号車から6号車の名古屋行きは大垣17時16分岐阜17時26分尾張一宮17時35分終点名古屋には17時49分に着きます。すぐ切符をどこに行ったのかやっぱり分からなくなるひどきだったです。次は小松です。15時4分に着きます。お出口は右側です。